こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。お酢と前歯が痛むところです。お酢と前歯が痛むようになりました。これといって思い当たるようなことはないのですが、あえて言うなら歯磨きを以前より時間を長く強くするようにしたことについて、したことと、ついこの前、前歯を打った、強打ではないことくらいです。どうすれば治りますか？また、歯医者に行った方がよろしいのでしょうか？忙しいとは思いますが、回答お願いします。ということです。14歳のお子さんというか、中学生なんでしょう。そこからのご質問です。お酢と痛いっていうのが、どの程度なのか分かりませんし、どのぐらいお酢と痛むのか、どのぐらいの痛みなのかというところも分からないと思います。例えば歯の色が変わってきたとか、そういったことがあれば、歯髄自体が死んでしまっていったということがあるかもしれません。また、この前歯自体を、治療歴、例えばプラスチックで詰めてあるのがどっかにあるのかとか、そういったことも影響するときはあります。強く打ったっていうのは強打ではないとしても、例えばその治療歴と強打っていうところが一緒になってしまえば、なんか問題が起こったりすることもあります。また、歯磨きを以前より時間を長く強くするようにしたというのは、若干歯肉自体には逆に歯磨き自体が炎症を起こさせてということもありますので、その辺で痛みを感じているのかもしれません。どれも原因にはなりそうです。どちらにしても歯医者に一度行かれてですね、レントゲンを取られること、それからこの歯自体の歯髄の静止ですね、をきちんと判定されたらどうでしょうか。歯髄の静止の判定法には、例えば、かなり厚いガタパーチャというゴムを、スモークとガタパーチャというんですが、煙が出るぐらいまで温めて、それを少し一回つけてみて、そうするとものすごく熱いですから、普通なら感じるんですが、神経がない歯だと感じない。あるいは凍っている氷ですね。氷とかを歯にそのままくっつけてみると、通常痛いですよね。それが神経が死んでる歯だと痛くなくなっているとか、そういったことでも判定ができますので、何通りかの判定法で歯髄の静止を判定させていただき、それによって、治療をしていかなければいけないのかどうかを見極めていたらどうでしょうか。以上です。